エイ。なんだい？僕は神になることを捨て、ビジョンの力を失った。でも君は、未来が決まったものでないことは君自身がよく知っているはずだ。もし僕が今君たちの未来の姿を告げたとして、それは一つの可能性、おぼろな姿でしかない。姿に形を与えるのは君たちの意志だ。それが未来なんだよ、シュルク。そうだったね。年は取りたくないな。つい臆病になる。それでちょうどいいもん。脇目も振らずに突っ走るのは若いもんに任せとけばいいもん。言うね、リク。ってのは師匠の受け売りも。師匠か。そういうやつにこれを渡せって言われたもん。それはみんながここにいるもん。シュルクの底にもいるもん。僕たちは一人じゃない。うん。